はい、どうも皆さん、こんにちは、マガレツです。今日なんですけども、PUBG モバイルやっていこうと思うんですが、みんな、見てくれ、右上、見てくれよ。37,295 UC。死ぬー。まあ、この UC の数見ていただいたらわかると思うんだけど、今回は、もう、廃課金していきます。もう、これは俺も完全に沼に落ちたわ。もうね、Apple iTunes カードで、約55,000円の課金をしてきました。アホなんちゃうかこいつと思う人いるでしょ。アホでーす。ということで皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ということで、年末年始ね、いろいろね、親戚の方とかと集まったりして、もしかしたら PUBG やってたりもする人いると思うんですけども、今日はね、みんなにちょっとショップの方に行っていただくとですね、こちらちょっと一緒に見ていきたいなと思うんですけども、新しいガチャガチャが追加されました。はい、プレイヤーノンズバトルグラウンズ、この CM クレードで追加されていたトレンチコートがなんと帰ってきましたということで、これですね、1回オープンで 480UC。 ふざけるな。いや、もうこれ高すぎなんですよ。だって10回オープンで、だいたい約これ 4300UC だから、まあ1万いかないかぐらいの、お金を使わなきゃいけないのね。この服クレートやばいでしょ。まあ、確かに、エピック高いのがあって、これ外れないのね。だから外れはないから、まあ、すごいいいクレートなんだけど、そもそもね、いつものね、クレートの約4倍かな?いつものクレートが、1回オープンで 120UC で、10回オープンで 1080UC だから、まあ、約、4倍なんですよ。これアホでしょ。まあ、割とね、良さげなクレートはいっぱい詰まってはいるんだけれども、今回こちらはね、僕ほとんど持ってるのでいりません。じゃあこの55,000円、今回は何に課金していくのかというと、服クレートでもなく、クリスマスクレートでもなく、ホワイトクレートでもなく、コレクタークレートでもなければ、トラベラークレートでもなく、サバイバークレートなんですよ。じゃあ早速なんですけども、この416のスキン当てるために、使っていきたいと思います。ということでやっていきましょう。まず最初の10連。ここが重要なんですよね。しっかりと当てていかないといけない。ほほまいぎ。で、このクレートも意外と渋いっすよ。渋いけど、でもね、やらないと当たらないっていうのもあるから、渋ってたの、俺ずっと。これやらないよって。確か 0.2% の確率でしか当たらないのよ。だから、おー、フライパンね。お、これ、ちょっと待って、これ一番エピック高いやん。いるけどね、マジかよ、ここでこれ引いていっちゃう感じ。まあ欲しくはないけど、うんって感じ。まあやっぱ大晦日、年末年始ということですね。まあ大晦日は過ぎたけど、まあでもやっぱりやっていかないとね、公認実況者ですからね。これ公認実況者名乗れないから、やっぱこういうのを持ってこそ公認実況者ですよ。うん、やっぱね、渋ってちゃダメだって。誰も回せないでしょ、公認実況者の中で。回したかもしれない。レイシーちゃんが確かなんか1万円ぐらい課金したって言ってたかな。うん、これはリスナーさんから聞いたんだけど、本当かどうか知らないけど、言ってたんだけど、なんか溶かしたって言ってたから、だから俺もね、溶かすんじゃねえかなって思ってたんだけど、でもね、やっぱね、やるでしょ。うん。やったやつと、やらないやつとの差はでかいよ。それはある。絶対ある。で、おー、いいね。このカーいいじゃん。このカーいいよ。俺が欲しいのは大体このカーか、416の、雪のスキンだと思ってるから。そうでね、あいつも、おお、びっくりした、びっくりした、来たかと思った。でぶっちゃけ怖いよ。ぶっちゃけ怖いから、のどいて、あ、頼む。おーい。で、416のスキンはやっぱレベルアップしていくごとに、必要な、お、野獣先輩ゲットしたんだけど。野獣先輩ゲットしていく。やりますね。さあ、やりますね。ということで、そういえば野獣先輩スーツもあったんだよね。忘れていたよ。はいはい、じゃあ行きましょう。で、レベルアップしていくごとに、その416のスキンも、ちょっと待って、2回目。やりますねだよ。そのエフェクト付きスキンをね、何回も確かこれ、レベルアップするごとに、なんか、ゲットしなきゃいけないらしいから、厳しいのよ。うん。で、野獣先輩はゲットできるし、このカーもゲットできるんだけど、やっぱり当たりにくいね。本当に当たりにくいな。だって今何連目だよ。相当溶かしてるよ。来ない。ここまで来て来ないって相当やばいぞ。マジで言ってる。いや、こいて、なんで 0.5 来て 0.2 来ないわけ。いやいや、さすがにそれはやばいんじゃない、わかりつつ。そんな溶かす。俺、訴えるよ。訴えていいレベルでこれ当たんなかった。5万5千だよ。
大金だからね、みんな。言っとくけど。俺も一般ピーポーだからね。ね、言っとくけどね。一般人の5万5千円って言ったら、もう生活費よ。それを今、このガチャガチャに、かけてるんよ。人生最後。本当に、これ以上ないぐらいの、課金をしてるのにもかかわらず、ここまで当たんないってある？え、マジで言ってんの？ね、ちょっとさ、やばない？このスキンのさ、マジで言ってんの？ねえ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 、マジで言ってる？やばくない？それ、いや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 、俺これはちょっとないわ、これはちょっとないわ、俺そろそろ切れるよそろそろ切れるよ俺。ねえ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 、マジで言ってんの？終わった。いや終わってない。いやこれでも欲を消さないといけない。ここで欲を消すんだ。俺はいつもそう、俺はいつもそうだった。欲をなくしてからこその、当ててきた。うん、だから欲を消そう。欲があることによってこの運がね、どんどん遠のいていくっていうのはね、よくあることだから、それを身にしみて俺は分かってるからこそ、消していこう。ちょっと、マジで言ってんの？いやこれはやばいわマジで。ねえ運営さん、ねえ運営さん、ねえ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 、これ回すべきじゃないだろうな、マジで。うーわやべえ、マイナスだこれ。うわーマジか。うーわー、やみすぎ、やみすぎ、やみすぎ。もう言葉が出ないもんね今、言葉が出ねえ。え、俺だってレベル2か3ぐらいまでにはなるんじゃないかなってぶっちゃけ思ってたんよ。だってな、思うでしょ、5万円課金したらさすがになると思うじゃん。それがこれですよ。マジか、マジで言ってる。そういう感じか、なるほどね。うん、416のスキンはねめっちゃ当たるんだよ、めっちゃ当たるの。いやこれみんな、これは気をつけた方がいい。このガチャは闇だ、このガチャは闇だ。いや申し訳ないけど、これおすすめできないっすよ運営さん。これねえねえ、あと20年で終わりなんだけど。やばい、言葉が出てこない俺。ちょっと待って、ラストなんだけど。単発やっていきます。みんな、俺はさ、なんで5万5千円も課金したのに1個も当たらないって、そんな仕様ある？ねえ、そんな仕様ある？だってさ、だってさ、5万5千円だよ。これぶっちゃけた話言うけどさ、よく言われるのがさ、視聴者さんからね、一部の人だけどさ、 YouTuber は動画にして課金してもお金が入るからいいよねって言われるけど、ね、その再生回数によるんよ。いい？20万30万とか言ってる人たちはいいよ。うん、それは回収できるよ。でもね、俺みたいな底辺 YouTuber は回収できないんだよ。自腹なんだよこれ、自腹なんだよ。いやもうやばいっす、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 やばいっす。なぜ今回やったのか、俺はやっぱりみんなにこの M416 のレベルアップしたところも見せたかったし、使ってるところも見せたかったから、5万5000円っていう大金をね、自分の懐から出して課金したんだけど、
いや、このガチャはやみすぎだわ。俺もうやんねえよマジで。いや、見ましたか皆さん。もうみんな見ましたよねこの現状。はい、もうちょっとさ、無課金の人に優しくしたりとかさ、お正月とかさ、何かさ、無料でさ、いいスキンプレゼントしたりとかさ、そういうの待ってるよ本当に。この 0.2% のさ、やばいな。この 0.2% ってやばいな。もうやばいな、やばいな。もう逆にこれ数万で当てられた人すげえと思うわ。それは運の持ち主だわ。はい、じゃあということで、今回に関しては、416スキン、当てられませんでした。また次回の動画生放送でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。